ご視聴ありがとうございます。アレイヤの大塚です。第4回目となる今回ですが、そろそろ殴って勝つデッキではなく、相手の勝ち筋を一つ一つ潰していくデッキ、コントロールデッキを、触っていきたいと思います。コントロールデッキといえば、この前行われたミシックチャンピオンシップで準優勝した井川佳彦選手が使用したエスパーコントロールが今熱いんじゃないでしょうか。青のドローとカウンター、白の全体除去と回復、黒の手札破壊と単体除去だと、かなりコントロール力が強い組み合わせです。それでは早速対戦でいきましょう。はい、それでは対戦よろしくお願いします。初手は土地がタップになってしまいますが、ここは除去とテヘリーがあるので、まあキープしていいかな。さあ相手はフェラマンダー、アワタンですね。やっぱり土地が増えました。ナイスタイミングですね。このまま、カウンターされる前にスポーンだけで除去します。はい、続いて相手はセレンの嵐姫。厳しい執着的な、ここなんかセレンと厄介ですよね。やっぱりつけますよね。ここは潜水をケアして担保に屈辱。他のカウンターでは消されちゃうんで、はい、ここまで打ち切りされてしまったんですけど、今なら除去が通りますね。続いて相手は、またスペルアマンダー、ポツのスペルはまだ少ないので大丈夫ですね。ここは除去を構えてターンエンド。相手は選択からのマナーコープの戦士。さあ、マナーを使い切ったところでいきましょう。ここはアタックされていてですが、まだライフは余裕があります。ただこちらの手札がかなり減ってきてますね。相手に手札を補充される前に、お強気のテヘリーいきましょう。さあ通れ、よし通った。もちろんプラスドローして、吸収か。これは、一定のライフを払ってでも吸収を構えるべきかな。2体目か。ここに曲げられなきゃ、テフェリーは生き残るけど、チェイスか、危ねえ。今日2点ない払っても吸収構えた価値は大いにありましたね。さあ、ここを引きされてテフェリーは残り中精度1。 No more game。 さあ、ここはプラスでドローしていきます。 You know what? I'm not done。 翌日の岩式はいいですね。このまま待ちましょう。まあ、次のターン、ここは攻撃されて、はい、テフェリーは退場ですね。ですが、テフェリーが起こしてくれた土地を使って、岩式を再勝ちます。で、今度の2枚は強力ですね。さあ、ここ、まずは前方確認、完成します。潜水を落としていきますか。これで、手札の送信が活躍できます。
まずはケイヤの怒りを使います。この状況は怒り除去はしっかり持っておきたいですね。そして預かんさせちます。カウントのチェック、おっ、手入り、サップもちろんなしでします。おっ、ボールも強い。除去と色紙どっちもあるのが安心ですね。さて、うわー、さすがにここまで来れば同僚ですね。はい、除去と妨害からの手振り、やっぱり強力でしたね。はい、では2戦目やっていきましょう。おっ、どっちもこの手振りが初手は急所は引いたら当てないけど、青は一つ出てて、とりあえず品矢は構えられて、ケイヤの怒りも打てるのでキープします。やっぱり3色の上に色法則もきついカードが多く入ってるんで、こちら結構シビアなんですよね。今回は割と抜ける方かなと思います。さあ、相手ここはのしげにやるか、手をしておきましょう。次は水光のレンジャー、除去がなかったらかなりライフを持ってかれてましたね。レンジャーは屈辱で除去します。そしてラドバールの F、 相手の構成がちょっと落ちたところでガラス式を合わせたいです。アラノレがアタックしてエンドならガラス式にしましょう。いい球、こっちに2枚、相手は手札を使ってきませんでしたね。何か温存してるかもしれないので思考ショックを打ちます。侮辱2枚か。ひとまず後続のクリーチャーを抱えていたというわけではなかったようですね。情報は土地、もう十分なので落としておきます。相手レインジャー、手札にクリーチャーもいないのでケイヤの怒り1枚で一掃したくなりますが、ミラに入っているビートダウンには殺戮の暴君がいるんですよ。なのでここはケイヤの怒りはできるだけ温存します。侮辱はちょっともったいないので、ここは一旦通して現状が安心かな。お、渇望の酒欲しかった。引き続き構えてエンドで、相手はまたレンジャーデッキを掘り進めてきますね。こちらも早く手順で欲しいところです。タップはエンドに1位星打ちましょう。さあ、次引いてきたのは思考消去ですね。ここはブラスカの土着は落としておきましょう。と調法はこっちなので持っておきます。まあいいですね、じわじわと相手の反動を攻めていってます。さあ、お互い手札が減ってきてますね。手でいくと一気にゲームの主導権は握れそうなんですけども、この生態は手札の差がやばい。除去はできるんですけども、かなりちょっと今後の展開が厳しくなりましたね。とりあえずラストを使います。ドローは立ち、いやーきつい、ガンシきた、ドローいます。これならカーンはケイヤの怒りと合わせて出したいですね。対活でもう一度ドローします。相手のターンでホイライフあるの待って、タップを10点は痛いですが、次のターンは全除去とカーンでこちらもリソースを補給しましょう。ずっと否認構えてましたが、やっと打てましたね。ではケイヤの怒りで全力して、はい、カード出します。
うん、次のターン岩石を回収しても良さそうですね。相手は採取、この体をハイドライト本体タイプ、まだまだ増えてきますね。おっ、テフェリー来ましたね。五感のマイナスから岩石を回収して他の武器を探します。屈辱に来ましたね。まずは思考消去、ここはレンジャー落とします。長砲はまたテフェリー、念のためトップに置いておきます。ハイドライトの除去で消えるのが最後最短だったんですけど、殺戮の僕のためにここは落とします。プラスして This isn't a fight you can win. No time for a break. これでこっちが2つ起きるので普通除去も打てますね。はい、では、攻撃したところで除去します。最低結構展開してきましたね。ここは岩石を再活して、カーンのプラスは吸収がハンドに入りました。出ていいプラスして、クリーチャーが多いと最高最短の池切りに成功効果も活用しにくいので、池切り上の叫びでクリーチャーの頭数を減らしておきましょう。していったところに、ブラスカの土直で Don't make another move. 吸収があるので大丈夫です。Keep up the pace. Your patience is rewarded.いやー、カーンとデヘリ言うと盤石ですね。さあ、ハンデスでさらにリソースを削ります。ここは屈辱で除去します。Stop that. Now. 最初の忍者の探検で採取が見えましたね。さらにアズカンタ設置します。相手の採取は、吸収で打ち消します。ですがここでテフェリーは退場、簡単にもう一枚いるのでここは大丈夫です。さあ、マウジしてアズカンタ変身。これでさらに除去などを探しに行きます。エテリを出してやろう。 I can no longer stand by and watch. You know what? I'm not done. そしてアズカンタ起動。持ってくるのは、ケイヤの怒り。これで移動できます。そうしたらそろそろカーンの遠くを出していきます。There is great power. 相手は足気味歩きですね。反対ならそこまで怖くはありませんね。さあ、デフェリーのドローンと We need to move quick. カーンの遠くを増やして盤面を作っていきます。カーンの遠く出すときに打点がどんどん上がるのでゲームに決めるのがいいですね。カウント起動していいハンドになってきました。これ相手が引いてきたのはフィギュアリード、もちろん打ち消します。徹底的に相手の勝ち筋は潰しましょう。最後最短で押し気味歩きをどかしてトークンで攻撃していきますか。相手のクリーチャーを奪って打点を上げたり、万が一こちらのプレインゾーカーが除去されても復活できるので、さらにプレッシャーをかけられますね。試合終了で完成しましたが、無事勝利できました。じわじわとゲームを掌握していくのはやっぱり楽しいですね。さあ、エスパーコントロールいかがでしたでしょうか。
相手にするといかにも余裕な感じでコントロールしてきますが、使ってる側としてはもういつもハラハラでお願い、はいドリドラやめてみたいなそんな感じで内心ドキドキしながら使ってます。エスパーはもともとコントロール力が高い色の組み合わせでしたが、ラブニカの献身でショックラウンドが増えてマナベースが安定しただけでなく、吸収、屈辱、ケアの怒りなどですね、強力な呪文も加わったことでさらにパワーアップされたデッキとなりました。さあデッキリストはこちらになります。高消去でキーカードを出てくる前に落としたり、吸収などの打ち消しで妨害していって、まあ、それでも出てきてしまったクリーチャーに対しては屈辱やケアの怒りなどで除去します。相手の攻め手が途絶えた隙を見計らって超強力なプレインズウォーカーのドミナリアの英雄テフェリーとウルドの後継カーンを着地させれば、その強力な能力でさらにゲームを掌握できます。攻めるよりも相手の動きに対応していくっていう戦い方が好きな方におすすめです。概要欄にもデッキリストを貼ってあるので気になる方はぜひ組んでみてください。はい、そしてハレリアですね、このイカ選手が使用していたエスパーコントロールをデッキ丸ごとサイドボード付きで販売してます。もちろん、デッキ消したスリーブも付いているのでそのまま真っ直ぐに遊べます。ぜひそちらもチェックしてみてください。それではご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。